リンリン、ハロー、パラ、どこ行くの？いや、もう、挨拶できへんやん、もう、ね、の、な、に、おい、おい、おい。はい、ということで、リントです。何この始まり。今ね、シェフィーさんがね、まあ、こんな感じでね、今、ベタ慣れ状態でございます。どこ行かれるの？ねえ。もう、なんかね、ベタ慣れ状態でございまして、今、ちょっとこういう感じでね、一緒に遊んでおります。でシェフィーさんね、まあ、来た時からちょっと指が欠損してたりっていうところがあってね、まあ、その様子を今見てたんですよね。で見ると前足もね中指が1本なかったりとか、こっちに関しては後ろ指がねないし、こっちも後ろ指1本ないんですよ。でここは爪折れちゃってるしとかでね、なんかまあ多分生まれた時から弱かったのかななんて思ってまして、なんですがね、見てください、この大きさ。なんか気づいたらめちゃめちゃ育ってんの。お腹パンパンなので、今ね、ご飯食べさせようかなと思ったんだけど、今日もね、お腹いっぱいみたい。だからね、この子はちょっとお腹いっぱいで、あそこに置いてあるんだけどさ、いつも私があげているモニターフィードね。ただ、食べなかったんで、今日はちょっと、あそこに置いたままになっていて、で、今ね、あそこにいるサニーくん。サニーくんにね、餌をあげてるんだけどね。サニーくんね、こっち食べないね。サニーくん、どうぞ。ほら。どうぞ。ね、食べないでしょ？食べないから困ってるのよ、これ。まあ、食べなかった場合は、ポイするか。うちにいるね、ハロくんはね、割と食べるんで、ハロくんにあげることにもしかしたらなるかなと。いらない？鶏肉よ。あなたはできればいっぱい食べて育ってほしいのよね。シェフィーと同じぐらい育ってほしいのよね。あんた、シェフィーとの体格差すごいんだから、ほんとに。ほれ、ほれ、鶏肉ですよ。ほれほれ、鶏肉ですよ、サニーさん。今いらないみたい。でね、この子はこの子でお腹がいっぱいだから、あげても食べないっていう。動きもしないでしょ？でね、多分ね、私の膝の温度がね、多分あったかくて気持ちいいんだろうね、こいつね。動かねえの、そっから。たまにブチギレちゃんもね、あるけど、どこに行かれる、どこに行かれるんですか君。ねえ。ねえ、どこへ行かれるんですか。ねえ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 、どこへ行かれるんですか。どこ行くの、あんた。おい。おい、なんか、ジョジョみたいになっちゃうよ。どこに行かれるのですかっていうので、ドミオクオパーって言っちゃうよ、本当に。ジョジョ6部でございますね。わかんないネタをポン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 出しやがってって話でございますが、うわ、お前でかいな。なんか、おう、ごめん。そんな、動かないで。そして、脱皮してますね。脱皮してますね、あんたね。ちょっとずつ脱皮してますね。そしてやっぱり指なくても全然余裕で歩いておりますね。あんた、あれね、やっぱり、こう、そもそもの生命力がちょっと強いんかね。ちょっとこの調子で育ってくれればいいかな。ああ、ごめん。なんか今日、あれだね。いい時と悪い時の差が激しいらしいですね。いい時は全然余裕でこうやってね、いるんだけど、嫌な時は嫌だし。そらそうか、そりゃそうかね。さあ、手がいいんだよ。ちょっと一回戻ろうか。戻るのいいんだけど、サニーをサニーくんラブラブアタックしないでね。たまーにサニーくんラブラブアタックドガーンって行くからさ。あ、行くわ。それ嫌がるからやめて。本当に特に怪我もしないからいいんだけどさ、ね、別に怪我してないし噛みついてるわけでもないからいいんだけどさ、サニーくんラブラブアタックをするとさ、サニーめっちゃびっくりするんだよ、本当にね。そしてあなたやっぱ水浴び好きね。やっぱサニーよりでげえな、シェフィーな。でかすぎね。まあちょっとすくすく育っておりますわね。もういいことでございます。あ、めっちゃうんこしたね、今ね。今うんちしなかった？だってそのせいかしら。なんかまあそこでうんちしてくれる分には私片付けやすくて良いですわ。
変にこの辺でねうんちされると拭かなきゃならないからね。うん、まあでもここにうんちしてるね。仕方ないね。しょうがない。トイレを覚えさせるのはなかなか難しい。サニー君、あなたさっきご飯途中だったでしょ。いる？これご飯よ。サニー君ご飯よ。サニー君ご飯よ。いらないみたい。食べたくねっつってる時はあげません。で、この余ったこのモニターフィードはどうしよっかな。ただギョロちゃんたち、ギョロもあのハロも食べるから入れとくかと思ったらギョロ出てた。ギョロ出てたけど戻った。ごめんなさいギョロちゃん、びっくりしたね。よいしょ、じゃあ入れとくわ。食べなさい、まあ、食べるでしょあんたら。まあね、昆虫食とはいえね、あの問題ないものなので食べなさい。あの栄養バランス的にはね全然問題ないんで、あのタンパク質がすごい多いわけでもないし、うん、こんな感じでね、あの脂肪分が少ないんで全然問題ないんですよね、正直な話。こうなんかブクブク太っちゃうっていうんだったらまた話が違うんだけどね、そういう餌ではないので全然十分です。もう最近ずっとこんな感じでね、この子たちとおたわむれさせていただいて。ほら喧嘩しないの。もう喧嘩じゃないんだよな。でもな、別に喧嘩じゃないんだよな。あれな、あのシェフィーがねサニーのこと気になってるんだよ。でね、ちょっと構えようみたいな感じで行くんだけどね、サニーがねやっぱ嫌がるんだよね。で別に怪我してるわけでも噛みつかれてるわけでもないっぽいからね、もういいんだけどさ。そうで逃げるときにね、多分頭どっかにぶつけてね、あの頭の先端だけねちょっとはげちゃってるのこいつ。まああんまり大きな怪我とかね、こうなんか尻尾の欠損とかね、指がなくなるとかっていうのがあるんだったら、それは本当気をつけなきゃならないはずの話なんで、まあ、あいつはねなくなってるんだけど、あいつはもう生まれつきの話なんで、もう来たときからちょっと指よろしくなかったのね。でもねこの子は別に指なくなったりしてないのでね、綺麗にちゃんと指あるでしょ、ね、綺麗に指ちゃんとあるでしょ、ね、あるでしょ、5本あるでしょ、後ろ足も5本あるでしょ、ほら前の指も全然欠損してないでしょ。だからね別に指噛まれてどうのっていうわけじゃないのね。あの子はあのそもそもがその来た時からっていう話だからね、あれなんだけどただあいつに関しては指がちょっと一歩ないとか関係ないぐらいにもう、うん、元気なんかね、うん、どうしたの？ロペこれご飯食べるでしょ。あれ？あなたご飯タイムですか、もしかしてちょっと動画閉めようと思ったんだけどさ、ロペ様がさすごい、ご飯はまだでしょうかみたいな感じでさ出てきてる。それはご飯やんねえと。ちょっとあのレオパゲールをねあげましょうか。食べるよ多分これ、すっごい食べると思うよ普通に。もうあごめん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 、びっくりしたね。あーごめん、本当にごめん、今のは私が悪かった。はい、じゃあレオパゲール今ねちぎったんで、はいレオパゲール、はいどうぞ。いい、食べるでしょ。食べない、気のせい、もしかして食べない、気のせい、ご飯よこせじゃなかったのかい。はい、もう一回こうやってちょっと前に行って、ご飯よこせではない、ご飯よこせターンじゃなかった、もしかして私の勘違い、ご飯の構成のタイムじゃなかった。え？じゃあなんで出てきたの？
ご飯タイムじゃなかったの？ご飯タイムの時は出てくるけど、そうじゃないので出てきてないの？何？私のこと見てみたいな、そういうこと？あ、ご飯タイムじゃないわね。はい、じゃあルフちゃんいる？ルフ、ご飯いる？食べるなら食べな。いや、ルフもいらなそう。はい、ルフもそんな感じじゃない。ロッペサーマーも食べたい感じじゃない。困った。食べる？君、うん、あ、やばい、レオパゲール誰も食べない。無駄に絞り出してしまった。食べない、食べない。あ、私の勘違い、これで、どうしよう。これどうしよう。レオパゲールどうしよう、どうしようね。私食べません。美味しいのかな、これって。食べたことないもん、わかんない。食べたいとも思わないし、食べないね。あった、お計算にしとくね。お計算にしといたら食べるかもしれないし、なかったら捨てます。仕方ない。あ、別になんかハロ君たちも食べるから、ハロ君たちにあげてもいいんだけど、ちょっとハロ君たちのところ餌過剰になっちゃうから、それ以上は置けません。もううちには置くところありませんって感じ。仕方ないね。まあこういう時もあるということでね。はい、なんだこの動画なんだこの動画はい、ということでね、シェフィーが可愛かったよっていう動画だね。うん、そういうことにしときましょう。ということで本日は以上となります。よかったらチャンネル登録、高評価、Twitter のフォローなどよろしくお願いいたします。また次回の動画を見ていただけますと幸いです。ということで以上、リントでした。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上、リントでした。バイバーイ。